勝又対伊達、面白い勝負だねこれ。現物。いやー松本力入るも、あこれは切らないですね、初だ。いやーこの順目で3枚あるぞ伊達、苦しいね松本。おお上がらずで勝又に S 字ピン行った時にあテンパった、数字3ピン切るな、3ピン今何枚見えてます、今3枚目赤ウソ切ったね、うん、はい、あよく取って頑張ったね、これ2ピンなら上がれますね、数ソどう、イースソ赤ウソが切れてる、イースソあるね、待ち三層はあるとしたらペン三層ですよね、あ三層切るか、サブロー層は大体通りそうですけどペン三層のパターンはありますよ、あ三層切るか、そうですね、2層は2枚目三層切った、松本明の運転なの、テンパイ取れたね、いやこれイースチーピー3枚あるよ、3枚あるよ、うわあ！相手消し、うん、めっちゃくちゃイスチンピンっぽくないですか、ってことはスッチンピンあるんじゃない、スッチンピンじゃないですかこれ、うわ違うすごい攻防、すごい攻防だったね、面白かったね、勝又さすが勝又って感じね、てか松本も最後よくテンパイ取りましたむざむざ3000点取られる必要ないですからね、どうなるのこの結末、よしさん、麻雀の予想なんかしてもしょうがないんですよ、そうですか、はい、この人は人生の予想で、で一度でも当たったことありますないっすよね、人生の予想が当たったことなんか過去一度も一瞬も当たったのは大谷翔平選手ぐらいですよ、麻雀の予想なんかしなくていいです、ただあるものを楽しめばいいんですよ、この人は2ロコルスね嘘が頭になることはないんだけどさ、予想引けそうだもんね、あ嘘ないんですね、うん、山に本当だ、3色だこれは、確か萩原が、はい、だから動いて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 さ、はい、良くなってきてるよね、うわ勝又リアンソースも切り松本のリアンソーなの、さあ忙しいぞ、いいピンか、いやもうここもシンプルにしますよね、うん、いいピンかチーマンかで、さすがにウーピンを打たないは嫌に見えるんですけどどうですかね、注意ピンですか、そうですね、3色もあんのか、あー形決めたか、3ピン悪くないね、カウは切りそうだね、なるほど、3色がほとんどできている形になっています、うん、頭がない形、ウーアン切りだ、これもうね、頭切りますよ、あここは松本がウーアンの5の3色同行じゃん、ほんとだほんとだほんとだ、ウーピンはあるね、1枚、あ、ないないのないのか、あテンパってカンパそう、ウーピンない出るわあるね、出るはあるよこれ、ウーピンチ
シーソーか3層、もうドラーガーリャン層どうするか、まあ3層か、3層じゃない。これあの伊達がリャンピン引いたら萩原ウーピン現物なんですよ。あだからリャンピン引いたらウーピン出ません。あ出る、出ますよね。今 E ピンしかも手から打ってるんで、これウーピン引いたらリャンピン出ますよ。世界初三色同行。世界初え、 M リーグまだ出てない、出てないです、出てないです。 M リーグで役満のがたくさん種類あると思うんですけど、あのなんだろう、役満以外で出てない役は三冠と三色同行なんです。お、はい、あるあるある、本当にあるよこれ。冠せず、冠せず、冠してよかったですか。冠してもよかったですよね。はい、ダダダデってやっぱり鋭いね。チーソー現物だけどパーソー切らなかったもんね。まあ、シンプル二度受けっていうのもあるのかな。二度受けね、うん。3ピン入ったよ、ね、テンパったよ。順茶三色ピン風闇だよね。闇でしょうね。てかこれ萩原の急走危ないね。ちょっと待って、急走3枚やるよ山に。強烈だねこの手順。うわ急走3枚はめちゃくちゃやばいよ。あの赤ウワン切りからの手順やばい、ほんとだね、しびれるね。やばいよ、来るよこれ。老僧で許してもらえる。ちょっと待って、7山急走43の老僧来た。いやー勝又なんじゃない。萩原のパーソン1枚かな。勝負だ、サブロー全員ソーズ立ち。降りるわけないもんね勝又。5枚も多いねサブロー。いやこれ萩原危ない、急走打ったら。うわー純ちゃんさん12,600ピンフ純ちゃん三色勝又健二、2番手の萩原から一戦。勝又って上がれる時だけ手組んでるんですよ、さっきから見てると。手組んだ時全部上がってるんですよ。そうでしょそれ一流ので、手組まなかった時に上がりかあるかちょっと追えないんで分かんないんですけど、組んでる時は全部上がってますね。だから見通しがいいんですよね、自分の手が上がれる上がれないの判断がね。